ちょっとね、年齢がいってるもんですからあんまり元気よくやれないんですもんけども、あの元気のいい曲を、やりたいと思います。男ならやれという曲です。ちょっと皆さんにも手伝っていただきたいんですけど、いいっすよ、はい。私が男ならと言ったらやれと言ってください。すごい簡単です。ちょっと見本見せますんで、いいですか。男なら俺でいいんですよ。ちょっと手をこう前にこんな感じで、さあさあやっていただいていいですか。男ならやれ、なんか照れがありますよね、まだね。男ならやれなんて恥ずかしいかもしれませんけど、まあ、とりあえず今日ライブなんで、僕らもね、僕らも恥ずかしいですよ。ぜひ手伝ってください。もう一回いきます。男ならやれ、男ならやれ、男ならやれ、お願いします。そんな調子でお願いします。男なら聞いてください。¡Gracias!
ら男だから男だからやれ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。大丈夫ですか？ OK ですね。はい、ではここで少しインタビューの方をさせていただきたいと思います。まず皆さんにお伺いしたいんですが、ホットライン参加してみてどうでしたでしょうか？いや、楽しかったですよ。皆さん、あの、協力していただきましてありがとうございます。ありがとうございました。結成して何年目になるんですか？ですね、まあ、昔はあの 8年ほど、はい、やってたんですけども、そこから20年ぐらいブランクを置いてもう一回再結成ということになりました。再結成してから1年ですけど、2回しかライブをやってないでも全然ブランクを何にさせないような。そうですね、なんか、はい、あんまり当時から練習してなかったから今持ってもあんまり変わらないという昔、すごい、ありがとうございます、はい、何か聞きたいことがある方はいらっしゃいますか？はい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 、石巻聞きたいです。ダメです。どっちですか？どうぞ。はい、あの、そのマイクもっと見せてください。スタンドのことですか？スタンドです、タブです。じゃあすいません、ちょっと下がりましょうか。いや別にいいですよ、これあのこれ23年ぐらい前に作ったんですけども、電動ドライバーこれちなみにあのちょっと触ってみてください。あの怪我しないですから。痛いしますかね。まあ当たっても大丈夫だよ。スタジオ壊さないでください。クラッチがついてます。ちなみにこれ充電式になってまして、いつでも使えるようになってます。すげー。あの、僕そのスタンドを見たときに、もうそのスタンドに惚れて、このあのホットラインに参加してくださいって頼み込んだんです。だから石間さんが見たかったらスタンドだけなんですよ。そうですよ。そうしたらめっちゃ甘くてびっくりですよ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうも、もう一度お願いします。